改札口ホーム、入山瀬駅は、静岡県富士市高岡本町にある、東海旅客鉄道見延線の駅である。駅番号は CC03。入山瀬駅は、富士市の高岡地区に位置し、1日あたり約700人の乗車客がある、有人駅である。普通列車のみの停車駅であり、見延線で運行される特急、富士川は通過する。 1913年の開業当初は、私鉄の富士見信鉄道が運営していた。その後同鉄道の国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海に移管された、島式ホーム一面二線を有する地上駅である。ホームの南側が一番線、北側が二番線であり、一番線を降り列車、二番線を上り、 列車が使用している。木造平屋建ての駅舎は、校内の南側にあり、内部には、自動券売機や JR 全線切符売り場がある。ホームと駅舎間の移動用に、ホーム縦堀側の端から駅舎まで屋根のない個線橋が、設置されている。東海交通事業の係員が業務を行う、業務委託駅であるが、日中のみの係員配置であり、夜間は、無人駅となっている。 駅の管理は管理駅の富士宮駅が担当している。かつては当駅でも貨物営業を行っていたが、1972年に廃止されている。昭和45年版専用線一覧表によれば、富士加工製紙や鉄工所の専用線が駅に接続していた。静岡県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前には、 駅前広場が整備されている。駅周辺には、王子製紙グループの王子特殊紙などの製紙工場が多数ある。駅南側に隣接するニューザ山ゼ公園には、D51 形状機器官車が生体保存されているほか、オハ35系客車が内部を改装され、富士市立図書館のデゴ一文庫として使用されている。駅周辺にある主な施設は以下の通り。 ありがとうございます。